今日も続きをやりたいと思います。人類文明を破壊しゴジラを巨大化させていくモード。中断セーブデータから再開します。どちらのエリアにも進行が予想されます。はい、上行きます。大きさは破壊力だ。エリア内に反応、ゴジラです。ゴジラです。我々が引くだけゴジラは入り込んでくる。私の思いが弱いのだろうか。押したとしても入り込むけどな。かかってこい。スーパー X を中心にゴジラを徹底的に叩いてください。ほう、すべてのジェネレーターの破壊。余裕。おっと、ゴジラの攻撃を受け損傷。
こうか。ジェネレーターは全て破壊されましたが、敵がいる限りゴジラはこのエリアを離れないでしょう。なるほどね。分かったぞ。下をボタンを押すとさ、え、気のせいかな。あ、気のせいかな。なんかあるわけないよな。ゲージがね、なんか増える速度が速い気がしたの。でも気のせいだよね。あるわけないよね、それはね。うわ、でもほら歩いたら増えたよ、一気に。見た今。見たでしょ。やっぱそうだよね。ゴジラの生存を確認。我が部隊は壊滅。壊滅。私にはゴジラというものがよくわからなくなってしまった。退陣するよ。お前に分かられてたまるか。ゴジラのデータ収集が間に合ってさえいれば、人類にはまだ切り札が残されているのに。
To be continued. ってことは、ジオラマモードが選択できるようになりました。モンスターフィールドガイドが選択できるようになりました。ってことはさ、これの なるほどね。進行するゴジラ以外の怪獣で進行します。防衛する人類の味方怪獣で防衛しますってことで、上陸するっていうモードが全部クリアできたんだ。で、今度はこれをやると、例えばね、時間的にあれだから、まあでもこれってどうやるの？え、ないじゃん。え、どういうこと？ね、会場を通す進化要因でゴジラ進化する。これ何なの？60年前、ゴジラが我が国に上陸。その体高50メートルにも及ぶ怪獣という名の災害は都心を壊滅状態に追い込みました。ゴジラの歩みは早くはありませんが、我々人類にとってはあ、それでチュートリアルだから、これ最初の試験的なやつか。これだから関係ないっちゃ関係ない。前やったやつでしょ、これ。説明でしょ、これ。じゃあこれいらないよね。次どれやればいいんだろう。これは。ってことは上陸で倒してった相手を向こうで使えるってこと？じゃあこれは。わからない。また研究しておこう。とりあえず15分って意味では、このぐらいが限界だろうね、撮影できる。